まさか5つももらうことになるとは。綾小路くん、どうして。辛そうだな。共に食べてないんじゃないかと思ってな。お粥なら食べられるか。ちょっと待って、ちょっとこれ。ありがとう。よかったら入ってもらっていいかな。落ち着いたか。ありがとう、もう大丈夫。話がしたくてな。悪い、こんな時に。ごめんね、綾小路くんにもマスクしてもらって。今はどっちかっていうと寝すぎと空腹で参ってるって感じ。出るの久しぶりかも。ちゃんと食わないとダメだぞ。お見舞いに来てくれた子たちにはお断りを入れたの。直接話したかったのって噂のせいで休んでるんじゃないかって。あんな噂くらいで休む気ないからさ。強いんだな。夜免疫力の低下は相当なものか。お見舞いありがとう。ああ、あまり無理するなよ。これ本当か？すげえよな。全然気づかなかった。お、綾野浩二、お前軽井沢が好きなんだってな。違うが。掲示板にひどい噂が書き込まれたの。あなたのこともね。最悪ね、せっかくクラスがまとまってきたっていうのに。